はい、どうも大勢です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日の動画なんですけども、秋冬に向けてぜひとも今回はね用意していただきたいシリーズの動画になります。今日はこの時期から秋に向かってどんどんね革物レザーアイテムとかね、履きたくなってくる時期かなと思ってますし、まあ、靴もねそろそろ気になってる方も多いんじゃないかなと思っておりまして、大勢さん結構サイドゴアブーツカルマンソロジーばっかりだねって言われることが多いんですけど、僕も別にそんなことはなくて、もちろんカルマンソロジー大好きなんですけど、それ以外にも結構いいブランド今年探しててずっと気になってたブランドあって、ちょっと買ってみたいなと思ったタイミングで、たまたまね休憩中に渋谷パルコに行ったらたまたまポップアップしてて、このブランドめっちゃ気になってたんだけどと思ってちょっと足通しちゃったら普通にマジかっこよすぎて買っちゃいました。今日はそんな、レザーのシューズ2足、紹介できればなと思ってますし、割とこのブランド結構ね物に対して質がめちゃくちゃいいんですよ。ちょっとコスパっていう部分でもなかなかいいんじゃないかなと思いますし、デザイン性もすごいあってちゃんとちょっと個性を残してるようなシューズなので、そこ含めて今日は紹介できればなと思います。早く紹介せって感じですよね。じゃあ先にブランド紹介していきます。はい、2足ゲットしてみました。失礼しました。やばくない？普通に大人買いしてましたね。ブランド名は BOSS というブランドです。で、一応インポートブランドでパリ初のブランドになっております。ブランド側の、スタートは2016年ですね。今回はそれのサイドゴアブーツとロングブーツを2つ購入しました。で、軽くブランドの説明からしていくと、パリ発のブランド BOSS、 今だとパリを拠点に活動してるんですけど、ベルリンや上海から活動拠点の異なるクリエイターやディレクターが集まりブランドを手掛けているっていうことですね。で、 BOSS の意味は古いものと新しいもの、東洋と西洋、洗練さとラフさといった対極の要素を配合させるという意味を持ち、ブランドのコンセプトとしてプロダクトを始めているっていう形ですね。ラバーがめちゃくちゃ得意なんですよ。なんでレザーとラバーとかをドッキングさせたりしてるようなブランドになるので、なので普通のブランドさんというか、もともと OEM 会社なんですって、ここの大元が。なんでいろんなブランドのハイブランドとかの靴を、生産したりとか、それこそドメスティックブランドさんだったりとか、言ってしまえばファクトリーブランドです。なんで少し値段が抑えて商品を出せてたりとか、一番安いもので3万円とか、そこからまあ高いもので10万ぐらいのものが、あるって感じなんですけども、僕は普通にパッと見た感じ、これこの値段で大丈夫そうって思ったんですよ、本当に。で、最初にやっぱり物見てなかったんですよ。ずっとファーフェッチとかで買おうかなと思ったりとか、ミッドウェストとかにもね入ってたりしてたので、見る機会をこうやっぱなくしてて見れない時が多かったので買う接点がなかったんですけど、実際にやっぱ店頭に足を運んで見た時に、あ、これ4万とかなのみたいな、そんなアイテムがね結構多かった印象です。なので物のクオリティはすごい、やっぱりそのハイブランドさんとかの OEM をやってる分すごいね高品質な、ものが多いですね。で、中国に自社工場を持つことから実験的なデザインの具現化が可能になっているってところで、やっぱりその OEM っていろんなブランドさんのシューズを担当してるので、いろんなデザインがあるんですね。その本当に何千通りもあるバリエーションの中から自分たちのブランドに落とし込むってことができるので、本当に幅広い高度な技術を使っていいものを作るってことができているみたいですね。まあやっぱ本当に中国の生産のクオリティは本当に高いので、メイドインチャイナだからダメとかはなくて、ほぼほぼもう国内のブランドでもメイドインチャイナで記載されてるものがやっぱもう多いとは思うんですけど、それでもやっぱり中国って信頼できるような工場がかなり増えてきてるんだなって今実感しております。まあ、もちろん多分中国に工場はあるけど、中に入ってる人は中国人の方々ではなくて、ちゃんと、クリエイティブディレクターとかが入ってるので、まあ、物の良し悪しがちゃんとついてるんじゃないかなと思っております。まあ、早せーって感じですよね。早くちょっと商品開けたいと思うので開封したいと思います。めっちゃ楽しみ。はい、じゃあまずこちらでございます。じゃん、サイドガーブーツですね。結構ねブランドの象徴的な顔です。ブランドの多分一番定番のアイテムってスタッフの方はおっしゃってたんですけど、商品名が BOSS の GAO チェルシーブラックの、僕はなんか厚底の方にしたんですよ。これ2種類あるみたいで、僕はなんかソールが厚いものを、購入したんですけど、価格が6万2000円で、僕サイズ41を購入しております。41、いや結構かっこよ
ごくないこれ。想像以上にマジこんだけ厚みがあって厚底でボリューム感あるんですけど、めっちゃ軽いのよ。マジ履くと分かるんですけど超軽いです。僕あのバレンシアガとか結構ボリュームのあるブーツ履いてるんですけど、まあ、それよりも断然軽いですね。バレンシアガ1足分がこれ2足分ぐらいな感じですね。で本当にね高さも高いし、結構この反り上げがめちゃくちゃ綺麗なので足首が綺麗に見えます。で結構ここの足首の部分の入り口が結構タイトめなんですよ。こうボリューム感あるシューズに対してここがキュッとこう締まってるのですごいスッキリ見えるんですね。後で履くのでちょっとそれもお見せするんですけど、そこがすごいね本当に履いた時にすごい美しく見えます。こういったところの切り替えとかもすごい綺麗で、ここね切り替えがなかったらのぺーっとしちゃうところがこれあえて切り替え入れることによって少しデザインされてたりとか、もうあと僕感動したのはやっぱ軽いですね。本当にめっちゃ軽いのよこれ。チェルシーブーツの中でベーシックなものが欲しいって方は多分こっちじゃない気がするんですよ。だったらカルマンソロジーだったりとかチャーチとかサンダースとかその辺行った方がいいかなと思うんですけど、僕はどっちかというとベーシックなものもカルマンソロジーで揃っちゃってるのでちょっとデザインあるものが欲しくて今回こういうデザインブーツを探してたっていうのもあってこれを購入しました。なんでどっちかというとちょっとモードが好きとかカジュアルでもちょっとこう一癖欲しいようなファッションが好きって方にぜひともおすすめしたいなと思ってます。それこそ僕みたいに今日スウェットとレザーのパンツだけって方とかね絶対相性いい。こういうシンプルな装いをする方はぜひともやってほしいですね。今ここに履いてますね、まあ、こんな感じ。足首のフィット感とかは結構ねボリュームはあるね。身長めちゃくちゃ漏れます。これ全部で6センチって言ってたかな。これ6センチぐらいあるんですよ。こんな感じですね。黒ソックスにすればよかった。履きやすい。でも本当に軽いですね。僕はこのぐらいのねボリュームソール好きですね。なんかショーツとか合わせたくなるんですね。こういうショーツとか今度サイドゴアブーツ使ったコーディネート考えますね。はい、そんな感じでこのねボースのサイドゴアブーツすっごい良かったんでこれを使ってね少しだけコーディネート組みたいと思います。その前にもう一足だけ紹介してきますね。もう一足の方も結構ヤバくて僕はめっちゃかっこいいなと思ったんですけど多分ね履ける人少ないと思っててこれ履きこなすのまあまあ難しいなと僕も思いながら普通に買ったんですけど、これマジかっこいいの。本当にヤバくないこれ。ロングブーツ、もうかなり長いロングブーツ、めちゃくちゃ長いんですよ。レディースのニーハイブーツみたいな感じのねブーツになってます。しかもここは折り返してるんでこれ実はこのぐらい長くなるんですよ。だから膝上ほんとパンツみたいな履き方ができるブーツで、値段で言うと8万円ぐらいしたんですけど、これボスの GAO プラットフォームレザーキーンブーツブラック、キーンなのかキーンじゃないクーンわかんない。ちょこれなんです。これを買ったんですけど、いやこれね世界にほんと数十足ぐらいしかないらしくて、ほんとにほぼほぼ作ってないメンズのサイズは特にって言ってました。で僕が購入したのこれ42なんですけど、ウェブに42とかないんですよ。もうほんと店舗限定、メンズは特にほんとにこんなロングブーツ履く人なんてほぼほぼいないので作ってないって言ってましたね。でも僕は今季本当にブーツインしたかったりとか、なんかロングブーツ合わせたかったりするので、立候補数は高すぎて買えないから、まず挑戦という意味で、このブーツにしてみました。でもね、履いたら履いたでめっちゃかっこいいから、それだけ見てほしい。すごくないこれ。結構かっこいいんですよ。普通にでも、僕はかっこいいと思って買った。このぐらいやっぱブーツインできるものって持ってなかったんで、いいんすよね。僕ボッテガのねロングブーツも買おうと思ってたんですよ。でちょっとやっぱ高すぎて手出ないんで、ちょっとなんかいいのないかなって探してた時に昨日出会って、もう即買いしましたね。これかなりハイファッションって感じだから、多分万人受けとかそんな問題とかじゃなくて、もう本当にこれを履きたいか履きたくないかだけなんで、もう僕はこれを履きたいと思って購入させてもらいましたね。これのめっちゃ面白いのが、マジ面白いの見てて、やばいからパンツになるよ。ほら細身のパンツになる。すごくないこれ、何それって感じなんだけど、面白いブーツになっておりまして、ほら一気に細身のパンツに変わった。いやーこういうちょっとアイコニックなシューズ欲しかったので
めっちゃ嬉しいです。去年やっぱジルサンダーとかで見てたんですけど、ちょっと手出なさすぎて、やっぱりあの価格帯だとこの塩梅ぐらいだとまだ履けるかなと思ったのと、これ正直言うとあの長靴みたいな感じも使えて、雨の日も履けるんですよ、ラバーなんで。そう、これラバーなんですよね、このソールとかが。だから割と雨の日でも履けちゃうんで、なんかそういった雨の日ファッションじゃないですけど、まあ、ちょっと長靴まではいかないけど、なんかこう雨の日とかも履けたりするんで、すごいいいかなと思いました。だから若干ね、ちょっと暑い日は蒸れるからちょっと気になってくるかもしれないですけど、そこだけね気にしながら履いてあげるといいかもしれないですね。はい、そんな感じで変わり種のシューズ紹介でした。で、サイドが使ったコーディネート、1コーディネート目これでいいかなと思ったんですけど、あと2個ぐらい紹介できればと思ってます。じゃあ行きましょう。次はこの白のパンツを使っていきますね。本当にブラックとホワイトのモノトーンスタイルにしようかなと思ってます。もう結構サイドゴーブーツっていうか、このボースのブーツがなかなかパンチがあるので、やりすぎなくてもいいかなって印象ですね。まあ本当シンプルにジャケットとかでもいいかなと思ってます。切れ目スタイリングで、いっちゃいますね。ノマットのデニムパンツにタブレーションズのテラージャケットですね、合わせた綺麗めなスタイリングです。本当にうるさいことしてないです。ただシンプルに素材生かしで、合わせた感じですね。もうこれだと本当にお買い物デートだったり、ちょっとした綺麗なシーンでもいいかなと思いますし、ジャケット羽織ってるのでオフィスカジュアルもいけますし、場所は選ばないですね。ブーツがやっぱりすごいボリュームソールなので、本当何もしなくてもかっこよく見えるです。ボリューム感あるパンツに対してボリュームあるシューズを合わせてるので、この下半身だけで結構デザイン効いてるんですよね。あとトップスはうるさいことしなくジャケット羽織ったりとか、まあ、シンプルに、まあ、こういったシャツ着るだけでもかっこよくなりますね。まあ、そういった基本的にはシンプルなナチュラルな印象のスタイリングにまとめてみました。次ラストですね、いきます。はい、最後のコーデは、シンプルなブルーのジーンズですね。僕結構デニムとこのサイドガーブーツって最強だなと思ってて、この合わせが結構一番好きかもしれないですね。ロールアップしてあげて履いてもかっこいい気がします。これだと夏っぽいので、この上にちょっとニットのカーディガンを貼りたいと思います。ブランドこれアワレガシーですね。アワレガシー、サイズ48着てます。購入先が SOCNYC っていう金沢の、セレクトショップです。僕オンラインで購入したんですけど、神戸店もねオープンするみたいなので、もし神戸の方とかは行ってもらえると嬉しいです。はい、できました。だいぶちょっとブルーコーデというか、ね、寒色の青のだけなんですけど、差し色でちょっとね、印象良くした方がいいかなと思うので、キャップとベルトとメガネを足しますね。はい、こんな感じでございます。小物でブラックを足したカジュアルスタイルですね。今回の、コーデは少し足元はもう委ねるって感じですね。革のブーツにそれが全部カジュアルで合わせて、多分これでスニーカーだとちょっと子供っぽくなるんですけど、こういう形でねブーツを落とし込むと、一気に、大人見えしたりとか、まあ、シンプルな、ブーツではあるんですが、ボリュームソールがかなり効いてるので、ボトムスでブーツが見えるようにロールアップしたりとか、この辺の小技は効かせてます。下に目が行くようになったりするので、こうロールアップしてると目線誘導でスタイルよく見せたりとしてますね。はい、ちょっと大人っぽいカジュアルスタイルって感じですね。まあ、バッグとかこれ持ってもいいと思います。 MM6 のレザーのバッグとか相性良さそうですよね。こういうのもレザーのアイテム入れてもかっこいいかもしれないですね。はい、そんな感じで今日は、BOSE のブーツを紹介しながらコーディネートもね、紹介してみました。特に秋冬はサイドガーブーツとか革靴ってすごい大切になってくるキーワードです。まあ、なんでかっていうと、やっぱり一気に秋冬ムードを出せるからってところが一番大きいポイントなのと、どうしてもやっぱりこうモダンな印象だったりとか、秋冬は少しシックな、クールな印象にした方がかっこいいかなと僕は思うので、できればブーツを取り入れて、ちょっとこうやぼったいアイテムあるじゃないですか。こういうカーディガンとかもちょっとこうやぼったいんですよ。ユーズドっぽく仕上げてたりとかして、こうざっくりニットとか増えてくるんですよ。スウェットとかってなってくると、まあ、スニーカーでもかっこいいんですけど、ストリートになりすぎるとかカジュアルになりすぎちゃった時に、足元だけ革靴に切り替えるだけで全然印象って一気に変わるんですよ。この感じもほぼカジュアルなんですけど、ちゃんとレザーのベルト使うとか、足元レザー入れるとか、まあ、そういったので調整していくと見え方ってだいぶ変わってくるので、できるだけもうほとんど秋冬は革靴に委ねてみるっていうのもいい選択かなと思うので、ぜひとも革靴お求めしてみてください。で、BOSEも表参道店もあるみたいなので、表参道店でも試着はできるらしいです。ぜひよければ皆さんも見に行ってみてください。はい、
そんな感じで今日は僕が買えて嬉しかったブーツの、紹介になりました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。大勢でした。ありがとうございます。